さんこんにちは、ヨーロッパシーズンに 日に浴びなさすぎて時差ボケが約2週間です。ということで、今日ですけども、僕すごい頭を使って、試合をするっていうのを結構言ってて、作戦を練ったりとかしてるんですけども、なんか僕が試合にどんなことを考えてるのかみたいな、いわばよく書いてもらえるんですけども、テニス IQ という書かれ方をするので、今日に関しては僕のテニス IQ の部分をちょっとお見せしていければなと思います。で、テニス IQ ってマジなんだよみたいな、あると思うんですけども、それに関しては僕も全くわからないんですけど、もう本当にどういうプレーをしていくかみたいな、もう力づくじゃなくて、どうやってこの相手に勝っていくかみたいなのをどう考えてるかっていう部分を、ちょっとだけお見せしていければなと思います。全部見せたらね、ちょっと僕ももう勝てなくなっちゃったら嫌なんで、ちょっとだけお見せしたいなと思います。じゃあまず最初なんですけど、僕は試合相手との試合に入る前に映像を見たりとかで、めちゃくちゃ分析するんですね。どんなところに打つのが好きなのかな、それこそサーブだったらワイドが得意な選手もいれば、いやセンターが好きな選手もいてみたいな、フォアハンドだったらクロスコートが得意な選手がいたり、逆にバックハンドはスライスがめちゃくちゃ得意だったりみたいな、そういうのを、事前に調べるんですけど、これをまず僕は相手とコートに入って5分間のアップがあるじゃないですか、今4分間に変わったりしてましたけど、アップの時に結構相手のことを見るっていうのをやってて、みんな多分プロなんとなくボール打ってると思うんですよ、こうやってめっちゃこんな足曲げてとかじゃなくて、なんとなく体のアップなんで、本当に軽くこうやってうーんって打ってるんですけど、ボールやっぱ打ち方って絶対癖があるんですよね。でその癖を結構僕はそのアップで見抜こうとはしてて、フォアハンドだったらなんかクロスコートにめっちゃ打ちやすそうな打ち方をしてるのか、逆にちょっとラケットが遅れて出てるような選手だったら、いやこれはクロスよりもダウンザラインの方が好きなのかなみたいな、そういうのを結構僕はずっとここセンターラインで、相手結構遠いですけど、自分でこうやって打ちながら相手のことをこうやって見てます。打ちながらで、この選手ちょっとバックハンド打つの苦手かもしれないみたいな、それを前もってに持ってた情報があるじゃないですか、試合の前に持ってる情報を照らし合わせるんですよ。やっぱり練習の時からバックのスライス多いやんこの人ってことは、バックのちょっとアグレッシブに行った時にスライスになりやすいのかなみたいな、そしたらちょっと前に詰めてボレー取れるかもっていう、そういうのを結構僕は試合前から情報を持って試合中の試合始まる前に分析を始めるっていうことを結構やってますね。なのでこの時点で結構、全く分かんない選手もいます正直で。しかも分かっても別に何もできなくなってしまうような選手も全然いるんですけど、ジョコビッチ選手みたいにどうしようもないみたいな人もいたんですけど、基本的にはこういうことをやって、自分がいかに出だしから優位に立てるかっていうものを考えてます。ここまでの情報って結構インタビューとかでも言ったことはあって、そこをちょっと実践してるところとかも本当の大会で見てもらえたら嬉しいなと思うんですけども、せっかく僕もオンラインサロンが始まるということで、もっとね、なんか細かい情報とかもっと細かく考えてる部分で、僕やっぱめちゃくちゃあるんですね。なんでそういうのを知りたいって方はちょっとぜひオンラインサロンの方で情報を流していければいいなと思ってます。なのでぜひ細かいことを知りたい方はそちらで、お願いいたします。どんどん情報も流していきたいなと思うのでぜひご参加ください。